都市の離道駅は大阪府東大阪市荒川2丁目にある近畿日本鉄道大阪線の駅である。駅番号は D07。駅名は駅南側を通る旧街道の都市の離道に由来する。2面2線のホームを持つ高架駅。改札口とコンコースは2階、ホームは3階にあり、ホームにはエレベーターが設置されている。改札口は1カ所のみ。 近鉄大阪線は東駅付近で西日本旅客鉄道大阪東線の高架橋をオーバークロスしているため東駅のホームの位置は高い。不正規管理の有人駅でピタパー以降か対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。2018年11月13日における1日、乗降人員は6699人である。近年における1日乗降。 乗車人員は以下の通り。大阪バス、都市のり道駅バス停過去には、駅南側の大阪府道24号、大阪東大阪線上に近鉄バスの都市のり道駅前停留所があり、不正駅から、商院東や金物団地、花園住宅などへ伸びていたが、2017年4月1日に運行を休止。末期は土曜早朝のみの運行であった。 ABC 曽根悟る、週刊歴史でめぐる、鉄道全路線大手市鉄2号近畿日本鉄道、1、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年8月22日、18から23ページ ISBN。ISBN 978から4から02から34万132から7。AB 今尾圭介、日本鉄道旅行地図長八関西1、新庁舎。 2008年23ページ。ISBN 978から4から10から79万26から5。近畿日本鉄道株式会社。近畿日本鉄道100年の歩み近畿日本鉄道。2010年12月378.870ページ。全国書誌番号2190万6373。平成十九年四月一日から。 近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道 h t t p w w w k i n t e t s u j p n e w s f i l e s i c c a r d 0 2 0 0 7 0 1 3 0 p d f 2 0 1 6年3月7日閲覧姿勢だより平成31年4月1日号2面。 東大阪市。2020年8月23日閲覧。AB、駅の情報、年のリミチ。近畿日本鉄道。2021年4月17日閲覧。駅別乗降人員大阪線。近畿日本鉄道東大阪市統計所。大阪府統計年間大阪府統計年間。大阪府統計年間大阪府計年間。大阪府 大阪府統計年間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 東大阪市統計書2019年版東大阪市 P1662020 年12月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年12月29日閲覧 大阪府東計年間12-21市内路線バス東大阪西地区循環バス運行開始のお知らせ大阪バス2020年1月1日閲覧重要市内路線バス不正予選710ダイヤ改正のお知らせ大阪バス2020年8月24日閲覧重要市内路線バス都心乗り道駅 近畿大学線8-24運行開始のお知らせ。大阪バス2020年8月23日閲覧。ありがとうございます。